がない、亡くなってる、亡くなってるわ。全部お前のせいなんだ。これは幻覚か。兄さん、安心して。大丈夫、私よ。傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して、ママ。よくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。同情なんかいらない。
どうしてみんな私を嫌うの？フィールドだ。無事でよかった。ずいぶん遅かったじゃないか。Aさん。ミウ。助かったんだ。俺たち。どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。
苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。Arms that stretch, but when she's done,